ちゃこんにちは、日高さん。はい、日本シリーズも、ね、とても面白い試合が連日続いてますが、いやいや大変だよ、選手はほぼ1点差ゲーム、うん、そうですね、まあ、2戦だけかな、2-0 で高橋奎二が完封した時に2点差というだけの話で、あとは全部1点差かな。もう本当に緊張感のある試合、まあ、戦も根も突き果てるというかさ、うん、もう本当にやってる選手たちは大変だけど、はい、本当にあの野球ファン並びに違う人たちもなんか興味を持ってくれるそうなね、まあ、そんなシリーズになってあの来てくれてることは確かだよね。はい、はい、まあというところで、はい、あと2戦、そうだね、まあどちらが日本一をつかめるか、はい、ね、掴めるか、日本シリーズ最後の、まあ、今後の見どころ、はい、まあ、あとは注意点とかね、まあ、そういうことをこう話していきたいと思うんだけども、まあ、各チームの注意点とか、ね、ポイントですかね、はいはいはい、でね、まあ、予想される先発投手、うん、第6戦、まあ、山本はもうあの中島監督がもう鉄板で、うん、あのもう言っちゃってるから ね、山本でもう止めに行くと、ね、王手をかけに行くと、逆王手をね。で第6戦ヤクルトの方がちょっと分かんないんだけど、うん、やっぱもうここまで来たら奥川がまあ大体中10日で投げてたんだけど、シーズン中はまあここは中6日とか、まあここは使ってくるんじゃないかっていう感じがするんだよね、オーソドックスに、うん、でここで奥川を使わなかったら悔いが残ると思うんだよね、うんうん、でまあ高橋が、はい、あの前の試合完封をしてるということで、うん、まあ第7戦じゃないかなっていうもつれたらね、うん、そしてまあオリックスの方は宮城が、はい、まあ行くだろうという、うん、ただまあここら辺がちょっと微妙なんだよね、うん、がまあ第7戦で頭に言っといて危なくなったらもうすぐ高橋なのか、だからもう1試合を確実に取りに行くために、うん、確実ではないけどもよりこう安全にというかさ、うん、よりこう分厚く取りに行くために、はい、ここ2人を第7戦っていうことを考える可能性もあるよね、山本外して。で山本にはまあ高梨だとか投げてないピッチャーとかね、まあいるんだけど、まあ、そういう風にして、まあ、高津監督は予告先発を避けたんだよね。なるほど。オリックスの方は別に逃げも隠れもしませんよと、うん、うちはこれしかないからみたいな、うん、でも高津監督の戦略としたら6戦7戦に持ち込まれた時に一つ隠しときたい情報があったのかなっていうような、まあ、そういうことも考えると、まあ、すんなり奥側ではないような気もするし、でもここまで来てこれだけいい戦いをしてたらやっぱもう逃げ隠れしない、もう正々堂々と力と力で戦ってやるというようなことを考えると奥が高橋っていくと思うんだよね、うん、でもこれだけでなんかずっと語れるよねこのシリーズって。ねえねえ、うん、まあ、これはシリーズが始まる前にもピッチャーは誰がどういくのかっていう話はありましたもんね、そうそう、うん、誰をぶつけるのかというね、はい、最初初戦もそうでしたね、まあ、ただその両チームとも中継ぎ陣が打たれてるだけにね、はい、まあ、先発ピッチャーがまあ好投してもなかなかゲームがねこう、うん、まとまっていかないというかね、先発ピッチャーの中でまとまっていかないという、うん、まあまとまっていかないっていうのはなんかこう不完全燃焼で終わるというかね、うん、まあそんな感じがするんだよね。そして6戦7戦で一番気をつけなきゃいけないのは球場が変わるということ、うん、はい、そうですね。今までは京セラ東京ドームというところでドームでやってたんだよね、はい、これがホットモットスタジアム、まあドームじゃないというところがまずありますが、うん、それでもさらに注意点がもう全然違う、はい、天然芝なんで、うん、今まで人工芝、天然芝ね、はい、でこれは内野手にもあり、これ特殊なんだよねやっぱり、うん、こういうのがあるのっていうのは、まあ、宮崎に一つある、はい、でサンマリンっていうところがで広島、そして楽天、はい、でホットモットかな、はい、すごくあったかい名前なんだけども高知なんだよね、はい、だからまあ当日は気温が下がり風も5メートル以上吹く、うん、まあ予想ということで、まあ調べてみるとね、うん、だから寒波が来てるらしいんだよね、うん、だから余計に寒い、おそらく10度を切ると思うよ、まあ時間的にも気温が下がってきて、まあそうだね、ナイターだしね、だから非常にこの気温との戦い、寒さとの戦いもあるなという、うん、で高知で打球は飛ぶということ、うん、だからいいピッチャーでもなんていうの、ちょっと角度さえ良ければボールは結構飛ぶんだよね、うん、あそこら辺は。ただ
この気温が低いことによって打球は飛ばない可能性もあるけども、うん、まあだけどそのまあ高地だから飛ぶということね、うん、だからその気温との勝負っていうのがあると思うんだよね、はい、で山本奥川ね宮城で高橋まあ若いよみんな若いけどやっぱこの中でやっぱりこうなんて言うんだろう完封とかずっと投げるとか、うん、そういうのはちょっと考えられないんだよねやっぱりリリーフを使いながらやっぱこうゲームは進めていくと思うんだけども、はい、でオリックスの注意点オリックスはね四死球からの点を避けることこれはねオリックスはこのシリーズ無駄なフォアボールからの失点が非常に多いんだよねでまあ逆に言えばフォアボールから失点してるということだよ、まあ、この前の、まあ、3点リードあったヒギンス2人のランナーをフォアボールで出して山田にホームラン、はい、これがもう代表されるようなプレーだったんだけども、うん、やっぱ無駄な四死球は出さないということ この2戦はね、うんまあ、山本宮城だからそんなあの無駄な四死球は出すようなピッチャーではないけど、うん、だけどもリリーフ人にこうバトンが渡った時に、はい、やっぱこういう失点を避けるためには四死球をなくすというもうそれがもうね、もう最大のテーマでポイントでもう上げてきてましたしそうそうこれをきっかけにこうガタガタっとなることもオリックスはね、はい、ありましたね、ねはい、そしてヤクルトの方は何かというと今度はエラーからの失点が多い、まあ、例えば昨日の吉田正尚の打球を、はいまあ、オスナが、うんまああれはヒットでもいいなと思うんだけどもまあエラーになった、はい、で杉本がつないだ、うん、T 岡田ピッチャー変えたけど田口にタイムリーヒットで、うん同点になったと、はい、だからヤクルトは逆にエラーからの失点が多いんだよね、うん、フォーボールはそんなに失点にはつながってないんだけど、はい、やっぱ内野のエラー外野のエラー、ね、まあサンタナもそうだったよ ね, そうでね、うん、であの西浦もそうだった、うん、そういうのがもう失点それが失点にもう直結してるということ、うん、だからまあエラーに気をつけなきゃいけないただ、うん、ただ、はい、ホットモットスタジアム天然芝で内野にも芝があり、うん、ヤクルトは慣れてないんだよねまあまあズームスタジアムか、はい、松田スタジアムね、はい、まあそこは内野があるけども、はい、やっぱねちょっとやっぱ感覚的に違うと思うんだよね同じ内野に天然芝があると言ったってねだけどやっぱこう慣れてない球場でやらなきゃいけないそれと気温がすごく下がるそうなってくるとやっぱ守りづらいんだよ足が動かないとかさ、うん、手がかじかむとかさただそこら辺にはまあ両チームとも言えるんだけどもやっぱこう特殊な球場を使う時に、はい、でまた特殊な時期にやる時にやっぱ気をつけなきゃいけないのはやっぱ内野の特に守備だよね、うんうん、だからここら辺でほころびが出ているようだとやっぱ大事な一戦を落とすということになる、うん、だから相当なプレッシャーの中やっぱ緊張感を持って多分やると思うんだけども、うん、どういう試合になるかなこれは気の毒だわ、うん、ドームでやらせてあげたいけどさ、うん、やっぱこの日程のいたずらというかさ、うん、大変だなと思うよこう考えただけでも俺なんか嫌だもん、うん、いやいやそういうところで守るっていうのもね、まあ、仮に今回は本拠地ヤクルトは東京ドームだったんですけど、うん、そう それが神宮だった場合っていうのともまた違うんですか？まあねやっぱ外の気候に慣れてる、うんまあ、例えば神宮に行った時に外の気候に多少慣れてるっていうことに関して言えば、うん、まあホットモットに行った時でも、うん、まあまあ気候的なことはまあこっちの方が絶対寒いと思うんだけども、はい、だけども少し慣れあるよね、うん、フライにしたってそうだし、うん、風の影響とかそういうもう体感のこう寒さだとか、うん、慣れはあるけどもいきなりさなんか氷点下の外に放り出されるみたいな感じ、うんになっちゃうから、はい、しかも今季節的にも急激にこう気温が下がっている、うん、そうちょうどその変わり目それと寒波が来てるということだからさ、うん、だからこう当日は風も強いねで神戸の山の中腹ぐらいにあるんだよね、うん、まあその俺もやったことあるけどさ、うん、まあその時は夏場だったからねまだあれだけどでも打球はやっぱりよく飛ぶなっていうような印象あるし、うん、これがまあ風が吹いてホームラン風とかさそうなってくるとまあこういう若手のピッチャーでもさ、うん、こういう若手のピッチャーでもさ、はい、やっぱこう経験というのがねそういう経験がないだけに、はい
おそらくね、ちょっとどういう試合になるか展開は分からないけども、うん、まあ山本が最後の意地を見せてくれるかな。で、第7戦まで俺は行くような気がしてる。まあ本当なんか混戦するのであろうかっていう予想はあったと思うんですけど、うん、まあね、ここまでの均衡した試合が続くというふうには、まあ、思わなかったけどね、だけど、まあ、例えばその高津監督はね、うん、まあ、昨日誕生日っていうこともあって、そうですね、でやっぱもう大手もかけてる、うん、もう神戸には絶対帰りたくない。これなぜかというと、やっぱこういう気象条件だとか、うん、やっぱこう天然芝で内野のグラウンドがあって、もう本当にうちの選手たちは慣れてないと、うん、だからもうここで決めたい。山田のスリーラン途中でダメだ、このままじゃダメだと思った時に、山田のスリーランでよしいけると思った瞬間に、うん、ジョーンズのホームランが出たと、うん、だからちょっとショックを引きずって神戸には入っていくと思うよ、うん、ただまあ今日あたりからも練習をしてると思うけど、はい、まあいろいろこう球場の特性だとかを掴んでね、うん、まあいい準備をしてほしいと思うよね、うん、まあオリックスは公言通りね、うん、神戸には帰ってくるっていうふうに言ってかっこよく帰れるんだから、うん、ね、まあ本当7戦まで行くような気がするな俺は、うん、うん、でもう壮絶な7戦の戦い方、うん、もう寒さもあり怪我だけは注意してほしいですね。怪我だけはしないでほしいのと、やっぱ寒さがあるだけに吉田がまた DH に戻るのか、うん、それとも吉田の足が動いてたから東京ドームでは、はい、レフトに守備につけてジョーンズを DH にするのかっていうこともあるよね。そのあたりもジョーンズが DH 入って吉田が動けるレフトであればこれはまた怖いよ。でも吉田が DH に入ってジョーンズを使えないっていうことになると、まだ少しは楽だけどね、ジョーンズのあのホームランを見せられるとさ、やっぱ使ってほしくないよね、ヤクルト側からすると、うん、ね、不気味だよね。はい、だからまあそこら辺も見どころの一つとして、うん、まあ皆さん試合が始まるまで、ね、楽しく会話をしていただきたいと思います。そうですね、先発とスタメンとスタメンどうなるのか、もうこの気象条件でどうなるのかとかね、はい、うん、今度は気象条件まで関係してくるからね、はい、まあ、どういう試合になるか、まあ、いい準備をね、2チームともやってください、はい、ね。